ジェームズ・マシュー・ミラーは、アメリカ合衆国、ニュージャージー州、モリスタウン出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、MLB ・ミネソタツインズ参加所属。2004年の MLB ドラフトで、コロラド・ロッキーズに8巡目で指名され、6月16日に、ノース・フォート・マイヤーズ高校から、プロ入り。2007年1月12日、ロドリゴ・ロペストの2対1トレードで、 ジェイソン・バーチと共にボルティモア・オリオールズへ移籍。2008年9月1日にメジャー初昇格し、同日のタイボストン・レッドソックス戦で初登板。2009年、2010年はメジャーでの登板はなく、トリプル A 級ノーフォークタイズで過ごす。2010年11月6日に FA となる。2011年1月15日にフルス。 コロラドロッキーズとマイナー契約するも、この年は6試合で7イニングのみの登板に終わる。10月7日に FA となった。2011年11月11日に、オークランドアスレチックスとマイナー契約を結ぶ。2012年4月25日のシカゴホワイトソックス戦で、リリーフとして登板し、チームがサヨナラ勝ちしたため、30歳を迎える3日前に、して、 メジャー初勝利を手にする。2012年11月30日にウェーバーでニューヨークヤンキースへ移籍。2013年はわずか1試合の登板にとどまった。10月1日に FA となったが、11月11日にマイナー契約で再契約した。2014年はトリプル A 級スクラントンウィルクスバリレールライダースで開幕を迎え、リリーフとして26試合に登板。 7月1日にヤンキースとメジャー契約を結んだ。昇格後は2試合に登板したが、防御率20.25と結果を残せず、7月11日にィーフとなった。7月13日にトリプル A 級スクラントンウィルクスバリー降格した。8月23日に自由契約となった。2015年3月5日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、 3月15日に40人、枠入りしたが4月6日に、トリプル A 級ダーラムブルズに降格した。このシーズンはメジャー昇格がないままシーズン終了を迎え、11月6日に FA となった。2015年11月17日、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、2016年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。 2016年5月17日に自由契約となった。2017年1月6日、ミネソタツインズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。